皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。12月16日の土曜日です。関西は今日明け方まで結構強い雨が降っていました。午前中雨はもう上がっていましたがね、今日ほぼほぼ曇りがちのお天気で、風が強かったです。今夜から明日にかけては急激に気温が下がっていくという予報が出ていまして、ちょっと明日怖いね。明日僕は、ラグビー中継で長居の方に行くんだけども、さあどうかな明日天気ね。まあでも、ラグビーするには冬っぽい感じがラグビーっていうねムードを高めますんで。さて、今日はね、もうこれ以上ないというベストゲームやります。最近ずっと背番号の系譜やっていたんだけども、今日はちょっとやろうかなと思って。でもこれたくさんの方から頂戴していますリクエストは、9月20日のオリックス対ロッテ戦です。そう、3連覇が決まったゲームをもう一度振り返っていきたいと思います。まあ、やっぱりこれ以上のベストゲームはないよね今年ね、と思うわけでありますが、さて、9月20日もう3ヶ月ほど前になるよ。早いね、時間経つのはね。というわけで、対マリーンズ22回戦京セラドームのゲームだったんだけども、この日は 35,619人のファンが集まったというゲームで、もうほぼほぼ360度、おそらくは 32,000人はオリックスファンだったんじゃないかな。本当にあのレフトの下段席のねマリーンズファンがもう密集されていましたけども、まあ、そこでも声はでかいんだけどね、さすがのマリーンズサポーターだけども、それ以外はもう全部オリックスファンですよ、ほぼほぼ。というような中で行われた、まあ、勝てば優勝というね、そんなゲームでもありました。で、実はあの前日にね、まあ、いよいよこの優勝へ王手をかけたという段階で、僕は中嶋監督に代表インタビュー、これを担当いたしました。で、その時に、監督、これまではずっとマジックが出ておりましたが、そこからもとにかく目の前の一戦一戦という言葉を強調されていましたけども、いよいよここまで来ましたけれども、明日に向けてはいかがでしょうかって言った時に、まあ、僕はまあ今まで通り変わらず目の前のゲームを取りに行くっていうような答え返ってくると思っていたんだけども、監督はいや明日決めたいと思いますって言ってくれたのよ。このね一言がねやっぱり大きかったのね。これはね、あの各局さんに僕は感謝されました。お前さんよくあの言葉を引き出してくれましたって言ってくれましてね。で、あの終わった後も野田さんからあの電話かかってきて、いやお前さんあの言葉を引き出したのは素晴らしいですよって言ってくれました。まあそれは僕じゃなくて監督がおっしゃってくださったんだけどね。で、監督がその前日に明日決めますという言葉を残して臨んだゲームが9月20日のロッテ戦だったということなんですね。先発はバファローズが山崎福也投手。今年でも振り返ってこのベストゲーム、福也が投げるゲーム多いんだよね。で、相手のマリーンズはカスティーヨが先発のマウンドということになりました。さあ、この日のオーダーをご紹介してまいります。バファローズ1番センター中川圭太、2番がサードの西野、3番にはキャッチャーの森、4番には DH セデーニョ、5番にはセカンドのゴンザレス、6番レフト杉本裕太郎、7番にはファーストの T 岡田、8番ショートの紅林幸太郎、ラストバッターはライトの野口智也。野口選手はこの日9月20日が24歳の誕生日でございました。で、このゲーム、まあ投手戦で始まっていくわけで、オリックスはね、相手カスティーヨの前に3回まではほぼ沈黙、紅林君の内野安打1本のみという感じで、なかなかあのカスティーヨの動くボール、緩急を使ったボールに合わなかった。一方の、サッチは3回にまず1点失います。ランナーを置いて岡のタイムリーヒット。なんか岡は同じ明治で一緒にプレーしてるのに、まあこのサッチに強いんだよね。これタイムリーでマリーンズ1点先制。5回にもこの岡がタイムリーツーベースを放って2点目。まあ、ここでサッチがマウンド降りて4回と3分の2で、その後、小木田投手が2番手でマウンドに上がって、この4回の、5回の途中と6回、7回とこの2回と3分の1をしっかりと抑えるんだね。ここでちょっと流れが変わってくるんです。で、オリックスはまあ3回までヒット1本、4回、5回にもヒットは1本ずつ出るんですが、なかなか有効打にはならなかった。迎えた7回ですよ。で、カスティーヨも実は、この吉井監督は80球超えたあたりからいつもこの調子がガクンと落ちてくるんで、その前にということでピッチャー変えて、そうなんですよ、6回2アウトのところで、ここ坂本光志郎を使って、まあ、継投に出た。まあ、ここはしっかりと、坂本投手も抑えて6回は0点だ。で、7回ですよ、横山投手がマウンドに上がった。さあ2点ビハインドのバファローズ、ゲームは終盤です。この回は3番の
森選手が先頭バッター、この回だねという感じではあった。ところが森選手がセンターフライに倒れて、続くセデーニョも内野ゴロ、これでランナーはなし、ツーアウト。あ、ちょっとこの回も苦しいかな。バッターはマーヴィン・ゴンザレス、ゴンザレスがこの右のユニフォームの袖口にボールかすめて当たった、デッドボール痛くない、ね、でランナー一塁に出る。この時はまだそんなドラマが起こるとは、まあ、誰もが想像しなかったと思うんだけども、ランナーが出た、そこでバッターは杉本裕太郎選手。ここで、バッテリーのミスが出てワイルドピッチがあって、ランナーのゴンザレスさんはセカンドに進んだ。でラオウさんはね、追い込まれたんだよ、もうあっさりと。で、まあ、本人もこれ話を聞くと、まあ、実は、まあ、サイドハンドのピッチャーだったし、今シーズン、まあ、サイドのピッチャーあまり打てていなかったというのもあるんだけども、こうだんだんこうね、その後彼粘っていくんだけど、粘っていくうちに、あ、これバットに当たるなっていう感覚になってきたそうです。で、3-2 からの9球目をピッチャー返し、ピッチャーの足元を鋭い打球がセンターに抜けて、セカンドランナーゴンザレスがホームに帰って1点差、2-1、ツーアウトランナーの足から1点返した。で、あのヒット打つ前のボールもスライダーうまく拾ってレフト線へライナー放ってファウルになったんだけども、いい感じでバットが振れた。でその後も同じような球が来たんだけども、少しね、その前のボールよりも少し内に入ってきたスライダーをうまく、これを引っ掛けずにセンターに打ち返した。センター前ヒットですよ。でゴンザレスがホームに帰って1点返して2-1。さあ続くバッターは T 岡田選手で、ここで T さんはね、もうなんかあのラオ選手がヒット打って1点取ってというところで、ネクストからこのバッターボックスに向かっていく、あの間のあの歓声の大きさ、声援のもうすごさ、これもすごかったと。おそらくあの今までで一番ぐらいの歓声だったんじゃないかなと本人、話してくれました。あの実は2014年のクライマックスシリーズの第2戦で、彼は8回に逆転スリーランホームランを放つシーンがあった、ファイター戦ね。あの時もすごかったけども、あれよりもひょっとしたらすごかったかもしれないというふうに本人語っていましたね。でそんなファンの声援、大声援を背にバッターボックスに向かっていくんだけども、不思議なことにあのね、彼がバッターボックスに入ってる間もずっとすごい歓声でヒッティングバーチに流れて、みんながもう清方かっ飛ばせって言ってる、そんな声はねバッターボックスではほとんど聞こえなかったそうです。それぐらい彼は集中していた。まあ、そしてボールが先行して、その間にワイルドピッチがあって、ランナー一塁の杉本選手、ラオさんはセカンドに進んでいた。でカウント悪くなってもバッテリーここでもうこれランナー得点圏に行きましたから、まあ、しかもサイドハンドのピッチャーでバッター左、まあ、次が、紅林君だったんだけどもね、やっぱりここはあえて勝負避けましたね。最後はボールを外してフォアボール、うん、という中でランナー二塁一塁迎えるバッター紅林。最初のバッターボックスで三塁への内野安打を放っているんだけど、その後のチャンスではゲッツーを放っている。さあバッターボックス、結構あっさりと追い込まれた。でもそこからね、この紅林君の、まあ、今シーズンの成長というか、そこで強引さをなくすのね。で彼は外のボールを一、二塁間に持っていく。ライトにボールが抜ける。セカンドランナー杉本は三塁キャンバスを蹴る。ライト大井のバックホーム、ワンバウンド、いいボール返った、タッチはどうか、セーフ、同点という、そういうシーンがあったね。ライト前タイムリーヒット、2-2同点。9回じゃないや、7回ツーアウトランナーなしからね、相手のワイルドピッチなども挟みながらフォアボールもあった。そこで2本のタイムリーで同点に追いつく。これで2-2ですよ。で続くバッター9番の野口智也で、この時にはもうセカンドランナー T さんに代わって山橋さんがセカンドランナーになっていた。でボール1の後の2球目を野口選手打つんだけども、とにかくもうまっすぐというかファーストストライクが来たらもう振っていこうという思いで、バッターボックスに入ったそうなんですが、内側のボールやや詰まったんですが、打球はファーストの頭の上越えた。ワンバウンドボールヒットになる。セカンドランナー山橋ホームに帰ってくる。ホームイン、逆転3-2。自らの誕生日を祝う一打、逆転タイムリーヒット野口、詰まりながらライト前に持っていきましたというので同点に追いつくね。これで同点じゃない、逆転になる、3-2。もうすごいね、もうこの時のもう球場のムードってすごかったね。それでもう、たまらず吉井監督がピッチャーを交代告げるわけですよ。ここで岩下がマウンドに上がってくる。続くバッター1番に帰って中川圭太で、まあ、もう押せ押せのムードもあって、球場のボルテージはもうマックスになってるわけね。逆転に成功して勝てば優勝というゲームで、
で、ピッチャー変わったところで、まあ、もちろんその球場の雰囲気もすごかったし、まあ、イケイケのムードではあったんだけど、圭太君はこの時にピッチャー変わって間が空くじゃない、その間で、僕としてはすごく冷静になれましたという話をするんだ。その辺はやはりクールな中川圭太で、そこで圭太が打つわけよね。打球は右中間真ん中割っていく。ワンバウンドボロフェンスに達した。ランナー2人ホームに帰る。バッターランナー中川圭太も3塁へ2点追加、5対2になるわけ。これもすごかったね。もうこう打った瞬間のもう球場のもうノイズのすごいこと。もうね、3万人以上のオリックスファンがね、もう大声援、地鳴りのような感じで、やっぱりあの後で吉井監督もあの球場のムードに飲まれたところはあったと思うというぐらいの、そんな素晴らしい声援があったのね。やっぱり声援の力ってすごいね。で、その後ランナー3塁において、もうこれ3点差、もう一気に5点ですよ。で、その後西野さんも高いバウンド、ランナーは3塁にいて1、2塁間を抜けていく、タイムリーヒット、中川圭太ホームに帰って6点目、西野もタイムリー続きましたっていうところですよ。6点すごいね。まあ、その後森君もね、タイムリーにはならなかったけどもツーベースを放つという素晴らしい攻撃で、打者一巡を超える猛攻で、見事な一挙6点、しかもツーアウトランナーなしから6点を取るという、攻撃で一気にゲームをひっくり返して、8回は宇田川君が抑えて、9回は宗一郎が最後ブロッソを三振に打ち取って試合終了ね。最後スイングアウトの三振、最後は山崎宗一郎、グラブをポーンと高く投げ上げて、そのグラブ取ったのはあだっちゃんだったというね、ことで、その後長嶋監督の胴上げということになるわけですよ。そんなゲームを振り返りました。だから、あのちょうど11月の29日にこれはクローズの、パーティーがあってね、これはオリックスの、ステークホルダーというかスポンサーさんをご招待する応援感謝の会というのがあったんで、でその時にこの7回のあの猛攻の模様を一度このスクリーンに映し出して、その後そこで活躍した皆さんに壇上に上がってもらって僕とトークショーをするというコーナーがあったんだけども、そこでおっしゃってくださったコメントをここでご紹介を挟みながら、あの9月20日のゲームを振り返ったという今日のベストゲームでございました。というわけで、もうこれ以上ないベストゲームをやりましたけども、まあでも考えたらまだあるよね。あの、甲子園でのさ、あの、日本シリーズの第3戦、勝ったゲームね、これも素晴らしかったし、あと、由伸君の完投もあったね、日本シリーズ第6戦ね、で第2戦の、そう、宮城君の好投もありましたし、まだまだあるんだけどね、もしよければ、それ以外にも、こんなゲームがあればというのがあったら、お前のなんとなく実況をつけてお送りしてまいります。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。